ディグラ。有史以来、人類は様々なエネルギーを手に入れ、文明はその力に導かれて歩んできた。では、メタトロンほどのエネルギーが導く文明の行き先は何だ？着地態勢に入る。 MR1422 リンゴイグニットロック解除。着地まで20。珍しいな。何？メタトロンだ。西は随分位置が浅い。こんな表層にメタトロンが？それもバカに強い。なんだありゃ。オービタルフレーム。マフラムの連中だ。マフラムって火星のリンゴ。おはようございます。戦闘行動を開始します。動け。独立型戦闘支援ユニットエイダです。操作説明を行いますか？ここ半年で火星の事情は大きく変わったよ。今バフラムの戦力は圧倒的よ。連合軍は必死の抵抗したけど、戦争ってほどのものさえ起こらなかった。火星圏がバフラムのものになるまであっという間だったわ。アーマーンはもう始動準備に入ってるわ。アーマーンを動かすこともそして止めることもこの2機にしかできない。これを手にした者が人類最高の権力を手にするっていう仕組みだ。目的はこの機体か。さあ、マフラムにしたってやり方が荒すぎる。でしょうね。指揮官は誰だ？ジフニー。お前、バイオラか？アーマーンの中枢で自爆するようセットされている。必要になればエイダは自爆装置を起動するわ。そういう命令なの。アーマーンへ行くのか？エイダ、答えてくれ。アーマーンへ行くんだろ？だったら何なんだ？エイダはジフティをアーマーンで自爆させる気なんだぞ。エイダ、お願いね。アリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。どうせもう死んでる身だ。俺は自分でケリをつける。ダメよ。見ろ、メタトロンの完全なる結合、全てを終わらせる破壊を。
止まれ。あなたは今失った心肺機能を機械で補ったわ。その動力はジェフティから供給されてる。つまりあなたはジェフティを降りたら死ぬのよ。この2機の性能は互角だが、ジェフティがアヌビスと並ぶためには一つ欠けているものがある。スペックを最大限に引き出すためのプログラムだ。勝てるかどうかはランナー次第だ。邪魔だ。アーマン計画の目的は支配ではない、破壊だ。来た。アヌビスです。私がいなくなっても必ず、ねえ、必ずアーマンを止めて。アヌビス、レオ待て。アーマーンは私を選んだ。宇宙の意志が、人類の無意識が、終末を望んでいるのだ。見ろ、これがメタトロンの意志だ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。お前もアーマン計画の一翼を担っているのだ。私たち仲間でしょ。戦闘終了、アヌビスの勝利です。お前は私の部隊に戻ってきたんだ。お疲れ様でした。